今日は20分ぐらいにもう配信を終わりたいと思います。20分ぐらいに配信終わって20時半からドゥームズデーの同盟イベント、ラスト同盟イベントかもしれない、いつもやってるやつ、毎週やってたやつはラストかもしれません、今日のやつで。だからもし寝落ちしない自信がある方は、23時半から寝落ちしちゃいそうな方はラリー設定をお願いいたします。よろしくお願いします。こんばんは。そう、あのね、1位争う感じのもうクライマックス感満載の感じです。ただいまどんな状況かというと、あいこ、うつみペアとパーコとゆけりかペアの頑張ります。もうドキドキしてる。今日メールで喜んでる感じのことを送ったら油断しないでってめっちゃ言われたんですけど、油断してるわけじゃなくて、あんなに差があったのに1位になれる可能性が見えてきたよっていうのを伝えたくて、もっと一緒に頑張っていきましょうっていうのを伝えたくて送ったんですけど、なんかそう、受け取り方と送った側の気持ちが一致してなかったと思うので、ちょっと油断せずに頑張りたいと思います。こんばんは。ちかっぱ祭楽しかったですね、昨日も。今日はラジオでね、ななさんから CD をいただきました。ななさん CD をいただきました。こんばんは。じゃん、サイン入りです。イエーイ、もらいました。1年半ぶりにお会いしました。でもその終わった後すぐ私次のとこに行かなきゃいけなくて、ナナさんもすぐ出なきゃいけなくて、終わった後は何もお話できなかったんですけど、始まる前に選抜おめでとうって、選抜入ってからナナさんに会ったの初めてだったので、そう1年半ぶりだからさ、なのでいろいろお話もしました。こんばんは。でもね、今日国会中継がねあったから、50分ある放送予定が、50分の放送が20分でした。だからね、本当はもっと曲についてとかも聞いたりとか、 STU 時代の思い出とか話す予定だったんですけど、まさかのねナナさんが来るタイミングで被ってしまって、国会中継映像で見てました。テレビがあるんですよ、ラジオブースの中に。無音でね流れてるの、ずっと。だからたまにそこでパセリの料理とか紹介されてる。前は5分だけ番組をしたことがあるらしい国会中継で、国会中継が押して5分間だけの放送とかもあったらしくて、過去にふうさんの回でそういう回もあったらしいから、20分できただけよかったです。あ、ギフトもありがとうございます。遡れるかな、最初のやつまで。ああ、もう途切れちゃってる。ギフトありがとうございます。ありがとう。でも結婚したら全部お断ります。こんばんは。そうなんです、国会中継中はずっとラジオブースでみんなで談笑してます国会を無音だからさ、ラジオブースだから音量を上げれなくて、無音で見ながら何喋ってるのかなって、テロップとか見て、みんなで見てる。
んばんは、腹ペコです。今日は昼ご飯以降まだ何も食べてないから、今日は声ラジでチョコレートのお菓子をもらってきたけん食べちゃう。あとは煮物を買ってきました、スーパーで。スーパーの煮物とつくねとアイスクリームを買って帰ってきました。そしたら土砂降りでした。土砂降りだったよ。やだよ。トマトのソフトクリーム、なんだトマトのソフトクリームって。アイス2個買った。今日まだゼロアイスなのだから終わったら食べます。あのドームズデーしながら食べるね。今日班から同盟イベントするので、それまでに配信を終わります。今日20分までで終わります。そう、この人半数なんですよ。半数だからめっちゃ今寒くて、だから終わったらあったかくしてぬくぬくしながらドゥムドゥムして、ぬくぬくドゥムドゥムアイスアイスします。雨だよ今。急に降ってきました。あの夕方までは降ってなかったんですけど、全然晴れとる感じやったけど、帰ってくる時雨だった。地面がめっちゃ濡れてました。だから広島より向こう側の方、明日とか雨とか降るかもだから気をつけて傘とか持っていくようにしてください。昨日ありがとう。こちらこそありがとう。ありがとう。パセリと同じ誕生日。そう、 NMB さんね、そうなんよ、パセリと同じ誕生日いらっしゃるんよ。そうなんですよ。パセと同じ。こんばんは。向こう側なんていうの、日本列島の上の方の側の方。わ、テクちゃんタワーありがとうございます。タワーが来た。何タワーです？雨が降ってるの教えてくれてありがとう。タワーか。デアマーナ、デアマーナの一押しアイスは板チョコアイスって言ってました。でも NHK だから言えませんって言ってました。内緒ですって言ってたけど。メールね、過去一来たらしいですよ今日。で国会中継で時間も短かったから全部紹介しきれなかったけど、あのちゃんと紹介する気だったよ。国会あるの分かったけど、スタッフさんたちもみんな紹介する気だったし、ナナさんのマネージャーさんとかにもちゃんとあの読んでもらってました。ナナさんのマネージャーさんたちが読んでおったよ、お便り。たくさんだって言ってました。セリカちゃん今年もありがとうタワー、ありがとうのタワー。え、もう年越す気でいるの？もう年越す気満々？もしや。でもそうだよね、クリスマスとか忙しいよね、お仕事柄的に。絶対にクリスマスコンサートに来れる職業ではないもん。じゃあまた来年。また来年です。こんばんは、ゆくちゃん。翌日にお便り繰り越したこともある。あ、そうなの。じゃあ明日以降もしかしたら今日のお便り読まれる可能性もあると思うので、よかったら明日以降の放送も木曜日まで聞いてみてください。送ってくれてありがとうございます。あのお便りは、あの公演とかのお便りもそうだけど、
送ってくれるのすごく助かります。選ばれなくてしょぼんってなるかもだけど、めげずにぜひ送っていただけると。ぜひ。そうだね、今日はお肉の話題のやつはね時間的に読めなかったね。そうなんだよね、お肉。今日の私のリクエスト曲ね、通ってました。スーパーで流れてるさ、食べ放題みたいな歌あるじゃん、食べ放題ふん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 みたいな歌を調べたら、桂寂三郎さんっていう方が歌われてるってことで、それをリクエスト曲に入れたんですよ。そしたら恋ラジスタッフさんが採用してくれてて、でも今日は国会中継だったから放送はされなかったんですけど、まさかの採用でした。あ、そう、ヨーレヒヒーです。それあのお肉コーナーとかでよく流れて、焼肉なんちゃら食べ放題みたいなやつ、あれをリクエストした。まさか、え、そう、音源あるのおもろかった。またいつかお肉がテーマの時に流してもらいたいと思います。たわー、ありがとう。こんばんは。あ、そうだ、お知らせごと。お知らせ事は 2.5 期生の個人アカウント、 X の個人アカウントが本日できましたので、よかったら皆さんパセリのいいね欄とかフォロー欄から、 2.5 期生4人いるんですけど、4人のアカウントできましたので、よかったらフォローと投稿のチェックもぜひお願いいたします。お願いします。フォロー欄からもいけるし、いいね欄からも、私もいいねしてるので。そう、やっと個人アカウントができたんですよ。今までね4人で一緒にやってたから。ぜひ。でもね、プロフィール見ただけでもすっごい個性ありました。シンプルなことをいっぱい書くタイプとか、そう、すごい個性出てて面白かったですよ。まだね1投稿しかしてないと思うけど、ぜひこれからいっぱい見てください。あ、そうです、公式のやつもいいね欄にあります。 STN の公式の投稿もパセリ休憩時間にいいねしたので、それも見れます。ぜひ。そうだよ。でもね、3期生のアカウントがあのなんだっけ、あの X じゃないやつ、スレッズみたいなやつ、スレッズみたいなやつでやってるから、そっちも私はそれをあの時代遅れなのでまだ波に乗れてないのですが、よかったらアカウント持ってるよって方はチェックしてください。あとブログとかもね。あ、間違った。はい、あれ、キャップがどっか行ったよ。キャップ探してるうちに配信が終わってしまいそうだから、ちょっと配信が終わったら探そうかな。どこ行きました？うん、それまでどうしよう。
波に乗らないとサチの情報手に入らないよ。それは困ったな。サチの情報欲しいね。サチ。あ、カレンダーね。そう、カレンダーもぜひチェックしてください。カレンダー欲しいねってよく配信とかでも言ってたら、まさか本当にカレンダーが出るとは。ぜひよろしくお願いいたします。皆様カレンダー自分で12パターン選べるんですけど、結構なね、結構ボリューミーなんですよね、選ぶ写真の量。ウェディングパセリにするか、猫ちゃんパセリにするか、それか制服の衣装のパセリにするか、それか沖さんとパセリのやつにするか。ココアさん誕生日忘れないよ。今もうマイカーのグループラインうるさかったもん。ずっと仕事中通知来てた。ココアさんの誕生日まであと2時間とか言って、ずっとリコチがカウントダウンしてて、ずっと通知がバーバーって来てました。もうすごい、もう盛り上がってますすでに盛り上がりまくりなので、もう忘れてません。大丈夫です。じゃん、テクちゃん、タワーありがとう。2023年パセリの年だったね。たくさん彩り添えられたかな。2024年もスーパーパセリイヤーでよろしくお願いしますね。え、急にさ短くしてしまった。急に1週間にしてしまった。イヤーでお願いします。なんなら生涯、生涯パセリイヤーで、パセリライフよろしくお願いします。じゃんじゃん、お仕事頑張って。お仕事がもうどうにか何か起きてクリスマスコンサートに来れるといいなって思ってるけど、絶対に厳しい。クリスマスというイベントがなくならない限り難しそうだなって思ってます。ねえ、ショックなことが今起きた。私さ、キャップがないって言ったじゃん。したらおニューの今日初めて履いたズボンにインクがついちゃった。配信終わった瞬間掃除です。ズボンのお洗濯始まります。しょぼんしょぼん、やっちまったぜ。見てくれやみんな。なかなかの、なかなかのやつや。落ちますように。それでは皆さん、そろそろパセリは配信終わりたいと思います。予定通りです。20分、いや全然予定通りじゃ、24分じゃ今。うん、洗濯しながら。ズームズではもう何も触らなくても勝手に戦ってくれるので、ボタンを押したら、30分からボタンを押したらズボンの掃除に取り掛かりたいと思います。悲しい、もうクリーニングに出す。しょぼん、ありがとうございました。また明日ゆっくり配信できればと思います。ごめんよ、今日はもうちょっと温まります。雨に打たれてしまったので温まりながら。それじゃあ壇上読みます。13位コウジさん、12位しんいちさん、11位やすべえさん、10位ジュノラゴさん、9位クワドリさん、8位あっちゃさん、7位ふくちゃん、6位スプマンテさん、5位ワウワウさん、4位しゅんさん、3位おすじくん、2位ゆうたくん、1位てくちゃん、ありがとうございます。それじゃあ寝落ちしちゃいそうな皆さんは夢の中でまた会えますように。パセリかゾンビの二択です。また明日、おやすみ。イベントの方はイベントで会いましょう。バイバーイ。